おはようございます、こんにちは、こんばんは。皆様とプロレスライフをエンジョイするプロレス系 YouTuber、 私が妄想プロレスチャンネルのシェイクです。どうもー。はい、今回のテーマはこちら、ベストオブザスーパージュニア30。誰が予想できた優勝戦は、ワト VS ティタ。うーん、イエイ。はい、ありがとうございます、ありがとうございます。今回この動画のテーマは、ついについについに、ベストオブザスーパージュニアサティのファイナリストが決まりましたというお話でございます。この動画を撮ってるのが、5月26日、準決勝戦が終わった後に今これを回してるところなんですけども、これご覧になられた方めちゃめちゃびっくりしたんじゃないですかね。まさかまさかの、まあ、結果というか、これね、ファンの方からしたら、まさかなんて言っちゃうとね、ちょっと失礼な言い方になっちゃうかもしれないんですけれども、まずもう結果からお伝えしましょう。この、準決勝、勝ち上がってきたのは、マスター・ワト選手とティタン選手でございますと。で、ワト選手は、マイク・ベイリー選手を倒し、そしてティタン選手はエル・デスペラード選手を倒しましたと。いう形でございまして、正直、私の予想でお話をさせていただくと、決勝戦の顔ぶれ、ね、この準決勝のこの4人の顔を見たときに、きっと決勝は、エル・デスペラード選手と、マイク・ベイリー選手になるんじゃないかなって思ってたんですよ。その予想をもう 100% 外してしまいましたよっていう形なんですけれども、結構これを予想されてた方、多かったんじゃないですか。だって、私ね、この YouTube ね、ご覧になってる方も当然なんですけど、YouTube と Twitter の方で、ちょっとアンケートを取ってたんですよ。まあ、誰が優勝すると思いますかみたいな形だったんですけれども、まず Twitter の方で行くと、1日24時間でちょっと募集してたんですが、投票が649票集まりまして、エル・デスペラード選手が全体の 62% を取って1位。もうダントツ優勝する候補という形だったんですね。で、2位がワト選手、3位がティタン選手、4位がマイク・ベイリー選手っていう形だったんですけど、もう圧倒的にエル・デスペラード選手の優勝を予想する声が多かったですと。それはもうほぼほぼ、YouTube のアンケートの方にもイコールで、あって、これ結果見たい方は、これ私の YouTube の、ホーム画面のコミュニティなのかな？コミュニティっていうところを覗いていただくと、今のそのアンケートとかの結果が見れたりするんですけども、こちらもエル・デスペラード選手がもう1位でしたと。んで、2位がワト選手っていう形とかだったんですけども、あ、これは B ブロックか。ごめんなさい。ちょっと今のはなしでお願いします。ただ、エル・デスペラード選手がどちらにせよ、ダントツ1位でぶっちぎりで、優勝候補だったっていうのは間違いないところなんですけど、その優勝候補であるエル・デスペラード選手がまさかここで、敗退ということになるっていうのは超驚きで、まあね、ティタン選手が超実力者であるっていうのと、もう何よりも今年のやっぱりこのブロック、公式戦ですね。公式戦のティタン選手の充実ぶりがもう半端なかったですね。もうそれがもうこの結果になったのかなと。まあそれは、ワト選手も同じことが言えるなと思ってて、この2選手に、言えるのが、この公式戦、まあベストオブザスーパージュニア30に対して、フィニッシャーを変えてきたっていうところが一つ大きなところなのかなと思ってて、マスターワト選手は、通天閣ジャーマンスープレックスホールド。っていう、もう、超高角度のジャーマンっていうのを自分自身のフィニッシャーとして持ってきてました。そして、ティタン選手は、ジャベ・インモルタルっていう変形の釜固めですね。もうこれをフィニッシャーとして持ってきたっていうところが、やっぱり大きなところだと思ってて、まあ、ワト選手のこの、通天閣ジャーマンスープレックスホールドに関しては、もともと、使ってた技っていうのがあったと思うんですけど、それをこのフィニッシャーっていうところまで高めてきた、精度を上げてきたっていうのが一つ。そして、ティタン選手に関しては、このジャベ・インモルタルっていうのをこの公式戦用に編み出して持ってきたっていうところが非常に大きなところだと思ってて、まあ、これまで、なんていうんですかね、戦ってきた選手からすると、まあ、ワト選手は当然、飛び技の RPP であるとか、ベンダバールであるとか、あとは、ね、あれですよ。セグンドであるとかね。いろいろ、持ってきてた技があると思うんですけれども、やっぱそこを使いつつ、
使いつつ、やはりその通天閣ジャーマンっていうのを大事に使ってきてたっていうのが大きな勝因になったんじゃないかなっていうところですね。はい。っていうところで、今回この決勝戦に関しては、ワト選手と、ティタン選手が勝ち上がってきましたっていうところなんですけれども、まあ、この結果がどうなるかっていうところに関しては、これはもうやってみないとわからないっていうところと、もう何が起きてもおかしくないなっていうふうに思うわけですよ。ティタン選手もそうなんですけど、解説の方もおっしゃってたと思うんですが、この、まあ、CMLL 勢が決勝戦、に駒を上げてきたっていうのは、1998年の、ワグナージュニア選手以来ですよっていうところがあって、だから、それ以来のメヒコ勢のファイナリストっていうところが大きなところとも言えるんじゃないかなっていうところで、まあだから本当にこの記念すべき30回目の大会、もうこれまで起きなかったことが起きても、これは何も文句は言えないところだなっていうふうに改めて、思いますね。で、現時点でまだ、カードは発表されてないんですけど、おそらく例年、に習わしでいくと、このベストオブザスーパージュニア制した選手がこのまま 6.4 のドミニオンね、ドミニオンでヒロム選手の持つジュニアのタイトルね、シングルのベルトに挑戦してくるんじゃないかとは思われてるんですが、ただまあ、これまた別の回でね言おうと思ってるんですけど、オーバリー社長がインタビューでもおっしゃってたんですけど、ベストオブザスーパージュニアっていうものの価値をもっと上げていきたいっていう表明をされてたんですね。だから、ある意味このジュニアのシングルタイトルへの挑戦権を争う戦いがベストオブザスーパージュニアじゃないんだよっていうところ。それをちょっと表明していきたいっていうのがあったと思うので、これがどうなってくるかっていうのがあると思うんですけどね。まあ、とはいえまだ、どうなるかも分かってないので、まあ、ヒロム選手がね、その上ででも、6.4、ジュニア、IWGP ジュニアのシングルのタイトルマッチをやりたいってね、ヒロム選手がもうそれを訴えれば、それは絶対通るものだと思うので、まあ、どこまで行ってもこのね、5.28 の決勝戦が、終わらない限り何とも言えないところなんじゃないかなと思います。ただ、やっぱりこの二人、ワト選手とティタン選手、がこの決勝まで上がってきたっていうのが、やっぱりもうまさにこの新日ジュニアも新時代の到来っていうものを予期しますよねというところなんですよ。でも本当にね、このデスペラード選手がやっぱ勝てなかった、もうめちゃめちゃ気合が入ってたデスペラード選手がファイナリストにもなれなかったっていうぐらいとても激アツな展開っていうのがね、びっくりですね。だから、やっぱりこのベストオブザスーパージュニアの価値っていうのが改めてそれでも現れてるなと思って、IWGP ジュニアのタイトルを取るっていうことと、このベストオブザスーパージュニアのタイトルを取るっていうことは、もう本当にイコールになってきたんじゃないかなっていうふうに僕は、思った次第ですね。今回この結果を見て思った次第ですというところでございます。はい。改めて私、今自分のツイッターで、この2選手を挙げて、どちらが優勝しますかっていう緊急アンケート、ツイッターの方でも取らせていただいているので、ぜひ、このツイッターのアカウントお持ちの方、この動画をご覧になれている方ね、いらっしゃるでしたら、ぜひそちらの方にも、来ていただいて、ぜひアンケート答えていただければ、今現状、どちらの、ファンの支持が多いかっていうのを見ることもできると思いますので、ぜひね、参考にしていただければと思っております。というわけで、ぜひ皆様のご意見ご感想、そして優勝予想も聞かせてください。皆様のお気持ちはいかがだったでしょうか。ぜひ皆様のご意見ご感想をこの YouTube のコメント欄、 Twitter のコメント欄、 DM 欄までどしどしとお寄せください。そしてこの動画で扱ってほしいテーマについても随時募集させていただいておりますので、この団体のこの選手について、この団体のこの出来事についてどう思いますかみたいなことを投げていただければ、ちょっとお時間いただくかもですけども、形にしてお届けしたいと思っておりますので、皆様こちらもよろしくお願いします。そして忘れちゃいけない高評価ボタンとチャンネル登録ボタン、こちらをポチポチと押していただきまして、これからもこの動画を楽しみにしていただければと思っております。はい、というわけでお届けしましたのは妄想プロレスチャンネルのシェイクでした。皆さんこれからもよろしくお願いいたします。バイバイー。